SKU48 チーム E の福士奈緒です。それではガチャガチャします。いいの出してください。こいこいこい。なんだろう、なんだろう、うわどうしよう、腕立て、いやもうマジか、やっぱり私本当に本当に運動できないんですよね。もう頑張ります、はい、じゃあやりましょう。マジ、ね、はい、それでは腕立て伏せをやっていきたいと思います。無理無理、え、これ膝ついてもいいんですか。膝ついて、膝ついていいんですか。え、もうそれは これがどれくらいのスピードなんだろう。普通はもっと速いですよね。でもダメだダメだダメだ、ちょっとどうしたらいいんだろう。え、全然あと2分もあるの。やばいやばい、本当に痛い。1分10秒経過。いいなんか長いよ。はい、すいません。え、な、何が全然腕立てになってない本当にできない。早くやらないと。え、そんなにできないの。え、本当に嫌ですよ。本当に。上げます、ペース。ペース上げます。ペース上げてます、今。上がってきた、上がってきた。ちょっとお腹つけるんじゃなくて。ここ。ここじゃないですか。あ、こっちか。ダメだ。ダメだ。ダメだ。でも、ペース上げます。いや、本当にできない。どうしよう。頑張って、10回やろう。10回、はい。いいペース？やばい。どう？だって褒めてくれる。褒めてくれるから。いけてるかな？残り1分。いけてます。どうでしたか？いや、本当に私こんなに腕立て伏せできなかったんだってことが知れた3分間でした。貴重な3分でした。もう痛いですよ、本当に。疲れた。放心状態。こんなに疲れた3分初めて。いいですか。はい、判定します。はい、かわいそう。同情ですか。情で丸。いいじゃないね。でもまあ、頑張ったから。頑張りました。もう明日筋肉痛ですよ。はい、 SKU48 チーム E の福士奈緒です。最近綺麗になったんじゃないってちょっとね
噂の福士なのです。よろしくお願いします。そう、あの私結構こういうね、もう綺麗になったんじゃないって言われるような見た目なんですけど、あのまあなんかおしゃべりが好きだったりお笑いやったりとかしてるので、ぜひあのそちらも見ていただけたらなと思います。あの綺麗になっただけじゃないので、ぜひそちらも見てくださったら嬉しいです。これからも、福士直江の応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。急に何気に疲労が、はい、バッチリ30秒。